ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスのレモンパイとピーチタルト、そしてピーチフラペチーノ、パイナップルフラペチーノ、シューカップ、イングリッシュマフィンを食べたいと思います。どれも美味しそうですね。夏にぴったりのさっきりしたフラペチーノになってそうです。もちろん今回の本命はこのフラペチーノですが、他の食べ物もしっかり食べていってますよ。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはイングリッシュマフィンから、とろけたチーズ美味しそうです。ではいただきます。来ました、ピーチタルト、もたっぷりですね。これはではいただきます。来ましてはレモンパイ、上の焦げたメレンゲも美味しそうです。ではいただきます。続いてシュークリーム、2色のシュークリーム、どちらも美味しそうですね。ではチョコの方からいただきます。はい、続きましては今回の本命フラペチーノ、まずはピーチから飲みますね。ピンク色が鮮やかですね。では飲んでみます。ラストはパイナップルフラペチーノ、こちらも黄色が鮮やかですね。では飲んでみます。本当にスタバメニューはどれも美味しくて、やっぱり飲み物はすっきりさっぱりさせてくれますね。フルーツが入ってるからクリームと混ざってもさっぱり甘酸っぱい。パイナップルとピーチどっちも美味しいけど、自分はこっちの方が好きかな。あなたはどちらがお好きですか？最初に食べたイングリッシュマフィンはとろりとしたチーズとふんわりとしたパンチがよく合っていてとっても美味しかった。中に入っていたソーセージもしっかり食べ応えがありましたね。でその次に食べたピーチタルトは桃の果肉たっぷりが上に乗っていて、中のクリームとよく合っていました。続きましてのレモンパイはメレンゲがさっくりふわっとしていて、レモンの酸味とよく合っていましたね。レモンはジャムとかクリームになっていたかな。その次のシューカップ、これはシンプルなシュークリームなんですけど、ちょっと生地がムニッとした弾力のあるもので、噛んだ瞬間にクリームが口の中に広がって美味しかったです。フードの中だとこのシューカップが一番美味しかったです。本命であるこの2種のフラペチーノのピーチの方はタルトと同様に果肉がしっかり入っていて甘さを感じることができました。でも果肉はパイナップルの方にも入っていて、こちらの方が甘酸っぱさでよりクリームが融和していて美味しかったです。甘酸っぱさを求めるならパイナップルの方がいいですね。簡単に甘さを求めならピーチの方がいい。自分は甘酸っぱい方がより好きだったので、パイナップルの代表としてこちらのテイストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいですね。演武終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。